思ったよりあっさり見つかったな。道中のトラブルがありませんでしたから。さあ皆さん、いい加減シャキッとして。してるよ。それならいいんですけど。珍しい、かなちゃんが真剣な顔してる。あいつのせいでコンサート中止になっちゃったんだもんね。こういうのなんて言うんだっけ。そう、可愛さ余って憎さ100倍だよ。なるほど、こういう時に使う言葉なのね。多分違うんじゃないかな。あう、コンサート。お前まだうじうじしてるのか。だってすっごく楽しみにしてたのに。あ、でもこの戦いもちゃんと放送されるんだし、終わったらきちんと名前言えばいいんじゃ。あ、そっか、ねねちゃん賢い。いや、ダメだ。え、なんでなんで。あゆみさんと連絡が取れない。コンサート中止の対応に追われてるのかもな。そんな、うん、やっぱり私一生このまま。よしよし、無名のまま終わる人間なんていくらでもいるわ。慰められてる気がしないよ。もう皆さん、いつまで喋ってんの。さっさとやっつけるよ。喋ってと、そうですよ。なんだか調子が狂いますね。すごくたまに本気になるんだよ、かなちゃん。私もまだ3回くらいしか見たことないけど。3回だけですか。もしかしてすごく貴重な体験なのかしら。おい、早くあいつを止めた方が良くないか。うわー、わ、待って待って、もう魔を乱さないでください。京香ちゃんが言っていいことじゃない気がするけど。なし崩し的ね。準備を整えるために。協力お願いします。こっちに来そう。よし、
つける。てやまだいける。はっ、Thank you.
この守り破れますか。よいしょ。この守り破れますか。よし、何かしてきそうかも。ここで終わらせます。しのぎます。こっちに来そう。よし、何かしてきそうかも。やっちゃうよ。どっからでも来い。指示をね、しのぎます。ブこっちに来そう。この程度なら。よし、頑張るよ。ここだな。 みんなお願い。 よーい。 せい。 。 くらいなさんけ。 打ちます。 助けて。 そこだ。 くらいなさんけ。
ろ。バッチリ手を抜かないわ。消えちゃえ。よし、やっつけた。でも別に喜んでなんていません。いいね、いい感じ。少し強くなれたかな。しゃ、やっつけた。順調に終わりましたね。やはりこういう方が性に合います。京花ちゃんも。実は私も血の気が多いのね。え？違うよ。戦うのは苦手だけど、人前で歌ったり踊ったりはもっと苦手って意味で。そうですね、わかります。すごくだよね。はあ、なんか京花ちゃんとの距離が近づいた気がする。はあ、コンサート。うん、思い出させないでよ。せっかくちょっとすっきりしたのに。こいつらもだいぶ余裕が出てきたな。ごめんなさい、全然連絡する時間が取れなくて。そっちの様子はどう？ちょうど今終わったところです。もう？ずいぶんと手際よくなったのね。少し驚いたわ。俺も同じこと思ってました。とりあえず戻り。終わったんなら急いで戻ってきなさい、今すぐ。うわ、また急に大声で。だからどうしてあなたは割り込んでくるのよ。あんたがちんたらしてるからでしょうが。後ろで騒いでる奴らも聞こえてる。なになに、ももかちゃんの声だよね。さっさとこっち戻ってきなさい。もう一つでっかい仕事が残ってるから。でっかい仕事？まさか他にもビープが？違うわよ、コンサート。中止が中止になったの。中止が中止？え、それってもしかしてコンサートできるの？本当に？あまり喜んでもいけないんだけど、中止を伝えてもお客さんが誰一人として避難してくれなくて。だったらここでおとなしくしてろってことになったの。とも、あんたらがあんまり手こずるようなら尻叩いてでも帰らせたけど。そんな完全に中止って思ってたのに。もっとゆっくり倒していれば。ダメ、歌巫女としてそんなことを考えたわ。できればまた客席から文句が出始める前に戻ってきてほしいんだけど。だそうだけど、大丈夫か？あ、急がなきゃ。ほらほら、みんな早く。全速力で戻ろう。待って、私まだ心の準備が。諦めるしかなさそうですね。問題なさそうだな。それじゃ急いで向かいます。ええ、よろしく、待ってるわ。さて、俺も行かないと置いてかれるな。あ、なんだ、残ってたのか。うん、話聞いてただろ。早く行かないと。どうだったかしらと思って。何がだ？みんなまとまっていたかしら。うん、まとまってはいないな。あら、特にお前が。は、それは盲点だったわね。気づいたんなら少し努力してくれると嬉しいんだが。それは難しい難問ね。めちゃくちゃ難しそうだな。根本的なことを聞くけれど、ん？私もいた方がいいのかしら。分かりきってること聞くなよ。ほら、グズグズしてたらまた怒られるぞ。
と増えてる気がする。戻ってきたのね。どう、すぐに出られる？すぐですか？さすがにそれは。グダグダ言ってんじゃない。こんくらいぶっつけでできなくてどうすんのよ。むちゃくちゃです。もう始めちゃっていいの？よし行こう、みんな。ほらほら、まだ心の準備が。状況に流されて見ようかしら。それじゃあ行ってくるね、タクト君。なあ、頑張ってこいよ。うん。皆様、大変長らくお待たせいたしました。桃花としおりの時から早ん、すでにその存在すら知らない方も数多くいるかと思われます。しかし今宵、いよいよ伝説のイベントが復活。5人の歌巫女の豪華共演によるコンサート、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。しました。あー、すっごい気持ちよかった。疲れたわ。だけど、あ、そうだ、乙葉ちゃん、アリアちゃん。え、なになに？名前、名前、早く言わないと。あー、そうだった、忘れるとこだった。お、危なかったね。今日言わなかったらずっと名無しだったかも。言うのでしたら早く。観客の皆さんも心がってますし。あ、言う言う、すぐ言うから。あの、ちょっと前から歌巫女になりました、乙葉って言います。名前覚えてください。ついでにアリアです、よろしく。